卒業家。夫は、日本のラッパーのサイモン・ジャップ。サンジのママ、インフルエンサー。もともと別の会社でバイヤーをしていた。独立の後、ムジャワークスの社長兼バイヤーとして、日本の東京に、ヴィンテージ・クー、大阪にポアマド・モアゼル、香港に、ヴィンテージ・クー東京バイヌメロ82の3店舗を、経営している。ヴィンテージ・クーとはその名の通り、シャネルをはじめとする。 ハイブランドのヴィンテージアイテムを幅広く取り扱っているお店で世界を代表するファッションアイコンキアラ・フェラーニが来店していることで知られている。1、大人が出会う東京古着、表参道、ヴィンテージ空東京が伝える時代と共に生きるヴィンテージシーマガジン2019年12月16日閲覧。2、結婚式が終わって2014年8月10日。 アメーバブログさん、世界のセレブも虜ビンテージショップビンテージ食ってセレシー2019年12月16日へ閲覧4時間は失うものではなく生むものありがとうございます